プレゼント企画やってます。どうもドアズルです。はい、ということで本日もこちらブロスタゲーム実況プレイのをやっていきたいと思います。さあ、ということでスーパーセルの新作ゲーム全世界リリースが発表されまして、すごいですね。4時間か5時間ぐらいで事前登録100万人超えたらしくてすごいですよね。すぐ100万人超えてびっくりしちゃったんですけれども、まあ、世界的にもやっぱりスーパーセル、人気ゲームどんどん出してるんでね、3年ぶりの新作というところで期待も高まっているんでしょう。で、実際のリリース日いつなんですかっていう質問すごい多いんですけど、私も知らなくて、事前登録期間がどれぐらい長いかっていう相場もよくわかんないんですよね。今まで新作ゲームとかあんまりこう立ち会ったことなくてなんでまたね、公式発表で、いつリリース日決定みたいなのが発表されればね、私も、まあ、すぐさま動画にしていきたいと思いますので、ぜひ楽しみに待っていてください。まあ、それまでは先行プレイさせていただきつつ、このブロスターのね、魅力というか、面白さっていうのを伝えていきたいんですけれども、昨日はこのジェムグラブっていう、エメラルドをゲットするその戦いをね、3対3の戦いをやったので、今日ちょっとソロプレイのこのショーダウンっていうゲームモード遊んでいきたいなと思います。ゲームモードがね、大きく分けて3つプラス1かな、結構たくさんあるんですけど、4種類常に遊べるようになっていて、でこれはサッカーですね。3対3でサッカーするゲームモードとか、あとこの今日紹介するショーダウンっていうのは、ソロ対決なんですよね。10人が1つの場所にこう飛び降りて、まあ、荒野行動とか PUBG みたいな感じ、もう超簡単に言うと、ざっくり言うと、そんな感じで1人生き残りがサバイバルするまで戦っていくバトルロワイヤル系なので、ちょっとこれやってみましょう。ソロなんで、結構ソロでも戦っていけるキャラクターが強くて、何がいいかな、まあ、プロレスラー行くか。プロレスラータンク役で体力も高いんですけど、射程距離がすごい短いんで、あんまりこう、なんていうの、自分から近づいてって攻撃するっていうよりは、おお、めっちゃ攻撃してる。ここはちょっと早めに、この樽の中にある、この緑のエナジードリンクみたいなやつ、これを飲むとね、強くなるんですよね。さあ、ここちょっと相手に近づきたいけど、あいつ遠距離攻撃が得意なやつなんで、あんまりこう、おーおーおー、早くも必殺技、早いな。これ近づいていけそうだけど、ちょっとあんまりこいつとやり合っても仕方ないんで、このゲームはね、キルを取ることにあんまりこうあれがないんですよね。戦って負けちゃったらそれで終わりなんで、いや、しつこいな、ストーカーやろうめ。ここはもうちょっと早めにね、戦線を離脱しながらエナジーを集めていきたいと思います。ここすげえ激戦区っぽいな。あんまりこう早めに突っ込んでって、あ、これ周りからね、毒ガスが来るんですよ。この毒ガスで最終的には真ん中に集まっていかないといけないんだけど、ちょっとここでうろちょろしてたら、他のやつにやられそうだから、草むらの中に、草むらの中だと相手から見えなくなります。こうやってたまにね、あー、いたいたいた、今みたいな感じで、敵がいないだろうって思って突っ込んでいくと敵にガツってやられてね、わー、あいつめんどくさいな、こっちをめっちゃ攻撃してくる。あいつはね、体力すごい少ないんですけど、こうやって遠距離攻撃プラスなんかポイズンみたいな、範囲攻撃を使えるのが特徴で、あいつにちょっとストーキングされるとなかなか近づけなくてね、攻撃範囲も広いんで、ここら辺でいきましょうかね。ちなみにこのブロスタは、1回の攻撃っていうか、時間が経つと3回まで攻撃することができて、この体力の下のオレンジのゲージかな、オレンジのゲージが、攻撃回数、残り攻撃回数で、で緑のやつが体力です。体力はね、正直、ずっと攻撃受けずにうろちょろしてたら回復していくんですけど、まあ、なかなかいいバランスになってますね。わあ、痛い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 、あー、つえ。今のほら、この人は上に15って書いてあるじゃないですか。エナジー15ゲットしてるんで、めっちゃ攻撃力も体力も強いんですよね。おそらくこの人が勝つと思います。まあ、ちょっと最後まで見ていきますか。まあ、どんなゲームなのかっていうのは。さあ、ここで一気にガーンと特殊能力使って、もう一気にほら、一気に一撃でね、詰めていったと思うんですけれども、そんな感じで、あのエナジーを最終的にどれだけ持ってるかで、最終決戦勝ちやすくなるとか決まるんで、最初から逃げててもなかなか勝てないんですよね。もう一回やっていきます。あ、次キャラ変えますわ。でこのゲームモードは結構1位を取らなくてもトロフィーが上がるんで、まあ、割とやりやすいかなと思います。今回今下にいるやつは機械少女ですね。あ、相手の方が攻撃射程範囲が長いんで、ちょっと逃げます。あんまりこれ難しいよな、突っ込んでいっても負けるし、 あいつ遠距離ですね。やばいやばい、後ろの女の子、機械女の子が追っかけてきてる。勝手にやり合ってくれ。いて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 、うまい。うわー、危ねえ危ねえ。あ、サボテンがつい。サボテンはね、
結構怖いです。あいつは攻撃をした後にさらに何爆発、あ、いていていて、今みたいな感じで、あ、やべえ、すげえ囲まれてる、やばいやばいやばい、これ難しいんだよな、行くか行かないかが。あ、いていていて、攻撃当たってない、張り付け張り付け張り付け、うわー、惜しい、おいしょ、逃げて、やばいやばいやばい、くらう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 、死ぬ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 、あー、やられた、くそー。今みたいな感じでうまくね、こう駆け引きっていうか、近づいていくべきなのか逃げるべきなのかみたいな、まあ、そういうところが近距離系キャラクター難しいですね。こいつは結構体力あるキャラクターなんだけど、まあ、今みたいな感じで突っ込みすぎると逆にやられちゃうみたいな。ちょっとキャラ変えてやってみましょうか。次はね、これどちらかというと今までのクラロワだとジャイアント系キャラクターで、一応ゴーレムみたいな、フランクっていうやつ、フランケンシュタインみたいなやつもいるんですよね。ちょっと趣向を変えて、どうしよっかな、遠距離攻撃もできるやつ、あ、このショットガンでいくか。このブルっていうキャラクターはショットガンを打ってて、ショットガンっていうのは近ければ近いほどダメージがアップするんですけど、まあ、割と体力も高くて、遠距離攻撃ができる中ではタフな野郎です。まあ、見た目がタフだもんね、なんかタフ野郎って感じだよね。こんな感じで攻撃の特性もね、キャラによって違うんだけど、まあ、こいつはこんな感じで、近ければ攻撃のダメージが、ガンガン通っていくって、貫通ダメージではないです。キャラによってはね、箱を貫通してダメージを与えるようなキャラクターもあるんですけど、よしよし、横取りできた。このエナジーどれだけ横取りできるかマジで大事ですからね。 あいつ強そうだな、なんかかっこいいスキン持ってる。まあ、スキンはね、能力には全く関係ないんですけど、なんかかっこいいスキン持ってる人強そうだからやめとこう。こいつのキャラクターはさっきも言ったように近距離攻撃が強いんで、草むらに隠れて近距離でガンガンガンって攻撃するみたいな、まあ、そういうのを得意としますね。よし、横取り。敵を倒してもエナジードリンクみたいなのゲットできるから、ちょっとあんまり遠距離攻撃のやつには近づかずに、まあ4つ持ってればそんなに終盤も苦しくないと思うから、少し慎重に立ち回りたいな。このショーダウンの一番の立ち回りは、ある程度序盤にこのエナジードリンクゲットして、で終盤相手がね3人とかになった時に、残りの2人をなんていうの、マッチングというか、残りの2人がやり合ってるところを最後かっさらうのが一番勝ちパターンなんで、私のね。まあ、いる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 、強い強い。あっちのシェリー、今シェリーっていうキャラクターなんだけど、シェリーの方が近距離攻撃できる、あ、近距離っていうか射程範囲が長いんで、あんまり、おお、強えな、あのシェリー、うまいうまい、やっぱ持ってるから。よし、ここは横取りさせていただきつつ、オッケーオッケーオッケー、いい立ち回りいい立ち回り。あのシェリー結構警戒ですね。あのシェリーもね、こいつと一緒で、おおおお、すげえな、こいつと一緒であれなんですよね、ショットガンみたいな攻撃属性なんだけど、ほら、OK、よし来た、あと2人、あー、やられた、くそ、惜しい。今音楽変わったでしょ、あれ2人になると音楽変わって、でん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 つって、ショーダウンってなるんですけど、いやー、今負けてしまった、ちょっとサボテンを取りに行ったのが間違いだったかな。だから、今みたいな感じの時に、サボテンを相手に押し付けるか、今、サボテンっていうか、相手のもう1人の敵ね。うん、自分でやりに行くかはすごい難しい判断だった。もう一回行きましょう。いや、このショーダウンはね、マジ永遠にやっちゃう、本当に。勝っても負けてもずっとやっちゃうんで、時間が本当にね、いくらあっても足りないっていう感じなんですけど、とりあえず右取りに行くか。相手のコルトの方が遠距離攻撃できるんで、 OKOK、 やり合っててくれ、そっちで。左上取り行くか。あ、左上取られてんな。コルトが多めかな。コルトは二刀流っていうか、二丁拳銃なんですよね。武器によって攻撃のパターンとかが変わって、射程距離も変わるから、そこがちゃんと理解できてないと、勝手に突っ込んで負けるみたいな。わ、ついつい。危ない危ない。今、こっち弾薬がなかったんで、そういう時に今みたいな感じで襲われちゃうと反撃ができなくて怖いですね。よしよし、なんとか避けれた。突っ込んでくるな。うわー、そういうか、ウルト持ってるからか。あー、やられた、
今相手すげえこっち近寄ってきたけど、今みたいな時相手がウルト溜まってて、ウルトっていうのはあのスーパー攻撃みたいなやつ、それぞれねあのキャラによってスーパー攻撃が設定されてるんだけど、あのスーパー攻撃を持ってる時に近づいてきて、まあ、有利を取ろうみたいな、そんな作戦でしたね。すげえちょっと1回だけ1位取って終わりたいから。あ、宝箱だ。お、パムおばさん、コルト二刀拳銃のやつね。あの 二刀流拳銃のやつね。一回最後あれして終わりたい。1位を取って終わりたい。10人中1位だからな、割と難しいんだよな。どのキャラクターでいこう。最後じゃあお気に入りのダイナマイクでいこうか。昨日もダイナマイク使ったけど、ダイナマイクはあのダイナマイトをね、まあ、そのままだけどダイナマイトを、敵にぶつけていける。しかも壁をこう越して攻撃できるから、これがねこいつの強みなんですよね。体力は低いです。ちなみに OK、 与えた。でまずはゲットして、あ、いて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 、あぶね、いたいたいた、気をつけて気をつけて。これ攻撃してる間は体力が回復しないんで、とりあえずこれで一旦休憩かな。あそこ真ん中に人いないな。でもダイナマイクは結構ね近距離戦苦手だから体力が少ないんで、一旦ちょっと引きつつ、やっつけろ、ここここ OK、 ナイス。あ、やばいやばいやばい。あのジェシーっていうキャラクターは今 このね機械みたいな大砲を作ってくるキャラクターで、あの大砲と迫撃砲を作れる少女がいるんで気をつけないといけません。防衛施設がね割と強くて、まあでも3対3の時はめっちゃ効果発揮するんですけど、このタイマンバトルのショーダウンだと、まあ、ちょっと微妙かな個人的にはね。うわ、いった OK。今 あのパムっていうキャラクター、パムじゃないわ、今のはね、なんだっけ、パイパーか。パイパーってキャラクターはすごい遠距離攻撃あのできるんだけど、体力がめっちゃ、あーやばい、囲まれた。いて、あいつ強い。いて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 、やられる。あいつ強い。おやばい、あーやられた。やったけどやられた。今のなんかボーって打ってきたやつがスーパー攻撃ですね。あー悔しいな。もう一戦やっていい。もう一戦、次ダメだったら諦める。今いい立ち回りできてたと思うんだけど、最後囲まれてきつかったですね。だから体力とかその攻撃の武器とかをちゃんと理解した上で、あの得意なキャラを作っていくのがいいと思います。はい、もう好き好きですからね、ここら辺はね。なんで私このダイナマイクが好きかっていうと、相手が次ここに移動したいだろうなっていうのを予想した上で攻撃すると、あの決まるんですよね。ここに逃げてくるなみたいな、ここにこうやってこう移動してくるなみたいなのを理解した上で、ほら OK、 今みたいな感じでキルが取れると気持ちいいですよね。今敵がいる場所じゃなくて、次敵が移動する場所っていうのを、まあ、なんかこうこっちだろうなみたいなのを把握した上で投げていくのがこのダイナマイクの超重要なポイント。ないな。おいしょ。やばいやばい。張り付かれてる。張り付かれてる。ああ、ダメだった。全然ダメだ。今みたいな感じでダイナマイクはね、結構張り付かれると弱いっていう特徴があるので、今回はダメでした。はい、といったところで、まあ、今日はね、ショーダウンっていうゲームモード、この1対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 1みたいな、10人でね、戦うこの、バトルロワイヤル系のね、ゲームを遊んでいったんですけれども、このブロスターはね、結構いろんなゲームモードがあって、キャラクターも21キャラかな、今いて、いろいろな楽しみ方ができると思いますので、また、違うゲームモードの紹介だったりだとか、違うね、あのキャラクターを使っていって、こいつはこういう風に使うよみたいな、そういった動画もお送りしていきたいなと思っておりますので、ぜひぜひ今後も楽しみに待っていてください。またリリースがね、決定しましたら、リリース決定しましたみたいな、リリース日いつですみたいな動画も撮っていきたいと思いますので、ぜひともそちらの公式情報を楽しみに待っておきましょう。ということで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。